王室教師ハイネは赤い日傘による日本の漫画作品。スクウェア・エニックスの月刊 GE ファンタジーにて2013年12月号より2021年6月号まで連載された。グランツライヒ王国の国王は王太子である長男に一万一のことがあってはと考え、その下の四人の弟に帝王学を教える専属の家庭教師、つまり王室教師を呼ぶことにした。 国中の優秀な教師の中から選ばれたのはハイネであった。しかし四人の王子は一癖も二癖もある人物ばかりで、ハイネの前に王室教師を務めた者たちはすぐに辞めてしまっていると言う。果たしてハイネは王室教師を務め上げることができるのか。2016年10月にアニメ化が発表され、2017年4月より6月までテレビ、東京他にて放送された。 劇場版王室教師、ハイネとして、2019年2月16日に公開。テレビアニメ最終回を舞台とする、オリジナルストーリーが描かれる。ハイネと四王子のキャストは、アニメと同じである。王室教師、ハイネ、ザ・ミュージカルマイナスの公演名で、2017年9月7日から10日に、東京のゼップブルーシアター六本木と、同年9月16日から18日に、 大阪の森のミアピロティホールで上演された。演出を、吉谷幸太郎、脚本を、桜木さやかが担当した。王室教師、ハイネ、ザ・ミュージカル 2- の公演名で、2019年4月11日から14日に、東京の東京ドームシティホールと、同年4月27日から28日に、兵庫の神戸国際会韓国際ホールで上演された。演出を、 吉谷幸太郎、脚本を谷緑一氏が担当した、王室教師、ハイネ、ザミュージカルマイナスに関するカテゴリー、劇場版王室教師ハイネに関するカテゴリー、ありがとうございます。